スノーラビットは、北越急行、東日本旅客鉄道が北北線経由で、越後湯沢駅、直江津駅間を運行している、快速列車。超快速という独自の列車種別が与えられている。2015年3月14日のダイヤ改正での北陸新幹線延伸開業に伴い廃止された特急はくたかに代わって線内の利便性、速達性を確保する快速を超える列車とのコンセプトで運行を開始した北越急行の最速達列車である。北越急行は北陸新幹線延伸開業に伴う、はくたか、廃止を想定した130億円以上にも上る利益の積み立てをし、これを内部留保として経営を続ける体制をとっていたが、利用向上による運賃収入アップのために、料金不要の列車として設定された。越後湯沢駅から北北線を経由して、直江津駅を結び、それまで、はくたかが担ってきた十日、銚子、上越市と東京を結ぶ速達ルートの一端を担っている。特に直江津駅からは、上越妙高駅乗り換えの北陸新幹線経由と、所要時間で遜色がなく、かつ運賃特急料金が1000円以上安いことが、セールスポイントとなっている。列車愛称は、公募により、応募3214件の中から最も多かった、スノーラビットが選ばれた。はくたかに運用されていた北越急行所有の681系、683系の車両愛称、スノーラビットエクスプレスにちなんでおり、名実ともに、はくたかの思いを引き継ぐ名前となっている。超快速スノーラビットの側面の行き先表示2020年3月ダイヤ改正時点で、越後湯沢駅、直江津駅間に 1.5 往復が設定されている。北北線内の他の列車と同じくワンマン運転を行っている。内下りの1本は途中10日、長駅のみ停車し、残る1往復は10日、長駅のほか6日、長駅、松、大駅、虫川大杉駅にも停車する。そのうちより1本は直江津駅から列車番号を変え、愛称なしの普通列車として、越後ときめき、鉄道妙高姉馬ラインの新井駅まで直通する。越後湯沢駅で、上越新幹線、直江津駅で妙高姉馬ライン、上越妙高駅で、北陸新幹線との接続を考慮したダイヤが組まれている。スノーラビットは、最高速度時速 110km ながら、特急、はくたかなき後の最上位種別として、高速運転に対応した設備を存分に活用する。ことにより、越後湯沢、直江津間 84.2km を最速57分で走破し、この区間での表定速度は時速 88.6km に、北北線内に限れば時速 99km にも達する。これは西日本旅客鉄道の新快速や快速、マリンライナーなどと並び、特別料金を徴収しない列車としてはトップクラスの速さである。2020年3月14日、ダイヤ改正時点。HK100K1 両、または2両編成が使用されている。イベント対応車の夢空編成が使用されることもある。ありがとうございます。